通学路の安全を確保するため、全国およそ3000カ所で交通取り締まりが一斉に行われました。東京中央区のこちらの小学校前の交差点では、警察官が横断歩道に立ち、子どもたちを誘導しています。全国一斉の取り締まりは去年の秋に続いて5回目で、春の交通安全運動に合わせて行われました。2012年10人が死傷した京都府亀岡市の事故を受け、全国の警察が通学路の安全について点検を行ってきました。警察庁によりますと、信号無視や一時停止をしないなどの違反が多く、重点的な取り締まりや指導が必要な通学路は全国で9000カ所に上るということです。